はいどうも皆さんこんにちは、モーシンです。今回はいつもね、相場分析ではなく、今ですね、ちょっとずつこう話題になってきている NFT プロジェクトがありまして、 暴走東京っていうねあの日本初のですね NFT プロジェクトなんですがこちらちょっと注目なのと直近でイベントがあって僕も行こうかなって思ってるのでその辺りの記事をね今日一緒に見ていきたいなというふうに思っています、まあ、特に去年から、えー、メタバースがですね流行り出してで NFT のプロジェクトももう爆発的にですね増えてきてで多くのやっぱりプロジェクトがですね、まあ、資金を集めるっていうのを目的としたプロジェクトが非常に多かったような印象があるんですねでそのの中で、えー、ここ暴走東京がどういういとを、まあ んでいてどう特に、まあ、コンセプト的にもですね、やっぱり海外に受けそうな、えー、雰囲気になっていまして、特にマーケティング的にもね、やっぱり海外に力を入れているっていう状況がよくわかるような動向になってますので、今日はその NFT プロジェクトを見ていきたいと思っています、えー。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして、蕎麦分析と戦略構築をやるんですが、今日はちょっとこの暴走東京のですね、えー、NFT プロジェクトを取り上げていきたいというふうに思っています。まあ、簡単な動画で、えー、終わりたいなというふうに思っています。 じゃあまずはですねオフィシャルサイトから見ていきたいと思うんですが、えー、こちらがですね、えー、最近リリースされましたね。暴走東京の えー、オフィタルホーームページになっていますまずね、ブランドの概要から見ていきたいんですが、ちょっとこのホームページを見ていくよりも、直近でコインテレグラフにですね、記事が上がってます。有名なジャパンアニメーションクリエイターが NFT に参加ということで、でまずはこの NFT プロジェクトの概要をね、見ていきたいと思うんですが、暴走東京について、えー、暴走東京は複数のメタバースで共通のアイデンティティとして使えるアバターの構築を目指す NFT のブランドだということですね。えー、体や顔、服、アアクセサリリーーなどのパーツをアルゴリズムで自動ランダム、えー 生成するということでいわゆるジェネレーティブアートみたいな感じで、えー、こうアバターを作成するというふうな感じですよね。で、複数のメタバースで共通のアイデンティティどういうことかというと今メタバースのプラットフォームっていくつかあると思うんですけども基本的にはメタバースの概念ってそのアイデンティティいわゆる個人っていうものがないんですよね。で、どちらかというとメタバースに入っていってそこでデジタルでこう自分のです、ね、アイデンティティを作っていって個人を作っていってメタバースの中で何か活動するっていうのが一般的な思想になっているわけですね。 でもちろん、やっぱりメタバース同士のですね、こう互換性というか、一つのプラットフォームで作った、まあ、個人、まあ、アバターなんかあったとして、それを別のプラットフォームに持っていけるっていうことは、現状の技術ではですね、えー、なかなかできないというところがあるんですね。で、この暴走東京がやろうとしているのはまさにそのポイントで、えー、複数のメタバースで共通の,その個人の、まあ、アバターだったりというか、そういったところを使えるようにすると、そういったアバターの構築を目指す NFT のブランドだということですね。これ、コインコーデックスっていうですね、 ニュースで、まあ、以下の概要欄に、ね、リンクを貼っておきますけれども、さっき言った通おり、まあ、メタバースの中に入って、そこで、えー、アイデンティティを作ったとしても、別のメタバースに移行すると、えー、そのメタバースの情報が引き継がれないということなので、まあ、それぞれのメタバースの中で別々の個人が作り上げられると、まあ、そんな風なイメージですよね。その中でまあ互換性を持たした、えー、アバターをです、ね、作る NFT のプロジェクトということで、一つあるのであれば、まさに暴走東京かもしれませんと、この記事の中では書いてあります。まあ、暴走東京はメタバースユーザー がデフォルトの一般的なアバターじゃなくブランドのアバターを手に入れてそれをいろんなこうメタバースの世界にです、ね、持っていくことができるとそれがまあ自分としていろんなメタバース、まあ、シームレスに持っていくことができるそういったところを目指しているということですよねでなぜこのプロジェクトがです、ね、めちゃめちゃこう注目度が最近上がってきているかっていうところなんですけども一つはですねプロジェクトメンバーこれにすごい人がいるというところなんですねメインのデザイナーにこの天神秀隆さんという方がいます、はい、このの方方ははですね、えー、もうご存知の方も,もしか いらっししゃるかもしれませんがメカデザイイナーーーラストレーターアートディレクターとして数々のロボットメカ作品に参加しているということで、まあ、大きなです、ね、ところでいくとマクロスシリーズバンダイスピリッツのガンダムスター・ウォーズをはじめとするプラモデルのボックスアートを描いたりとかあとはです、ね、アニメのマクロスゼロ創生のアクエリオンなどのメカニックアートそれからヘルシングスーパーロボット対戦 t こういったところでメカニカルデザインをやったりとか、まあ、本当にです、ね、も,ものすごいプロジェクトばかりで,です、ね、デザイナーをやっていた方ということで まあ相当知名度がある、えー、メインのデザイナーがいると。それからもう一つ、クリエイティブディレクターとして、アフロマンスさんっていう方がですね、いるんですね。で、この方、どういう方かというと、泡にまみれる体験型イベント、アワパ。これをですね、主催して様々なブランド企業、アーティストとコラボレーションしながら、日本全国にアワパムーブメントを起こすということをやった方なんですね。僕、これまでね、アワパって知らなかったんですけど、調べていくと、えー、と、まあ、めちゃくちゃですね、バズったイベントらしいですね。それからもう一つ、累計200万人以上が参加するオンライン音楽フェス、 ブロックフェスですねこれの立ち上げだったりとか車で楽しむ音楽イベントドライブインフェスとかそういったまあ音楽系のプロジェクトもいろいろですね生み出している方だということでこの方も結構ね知名度がある方ということですねで最後このまあ一応暴走東京っていうのはもう名前の通り暴走族から来てるんですねで後でまあホームページ見ていきたいと思うんですが非常にコンセプトがまあ濃厚なんですよ、まあ、完全にこう暴走族からインスパイアされて、えー、まあ自由なところを表現していくと、まあ、そういった思想マニフェストデザインっていうところにこの大木さんっていう方が入って この方、えー、どういう方かというと、この絵を見ていただけたらお分かりかと思うんですが、以前、コインテレグラフ日本版で編集長をされていた方です。で、まあ、テレビ東京、ニューヨーク支局で報道ディレクターをやったりとか、えー、コインテレグラフ英語版でも、ね、レポーターを経験したりとかっていうことでものすごい経験の持ち主、今、ウォレット企業のレジャーのです、ね、日本代表を務めている方なんですけど、えー、こういった、まあ、大物の方々が参画しているということで、かなりです、ね、注目度が集まっていると、まあ、それはです、ね、海外の記事にも、えー、そういうふうに書かれています。であとこの暴走東京のホーム ページ見ていくと、他にもですね、チームメンバーってたくさんいるんですよ。たくさんいるんですが。 この方々、あのー、全員ですね、今のところ非公開になっています。で、いろいろですね、僕も業界の人に聞いていくと、僕も誰だかはわかりませんが、超大物のインフルエンサーだったりとか、えー、まあ、クリプト関係、業界のですね、超大物が、このプロジェクトの協力者として参画しているそうなんですね。なので、まあ、これがね、発表されていくかどうかっていうのはわかりませんが、すでに海外でも結構ね、話題になっているということで、まあ、この辺を出さないっていうのもね、なんとなく暴走族っぽくて面白いなとは思うんですけれども、じゃあ、このプロジェクトがどんなところにしょ 将来性はあるのかというところで、やっぱり今ですね、仮想通貨市場全面的に冷え込んでいる中で、えー、まあ、近々ですね、まだいつかは分かりませんが、この NFT がですね、ローンチされるわけですけれども、どういったところに勝機を生み出していくことができるのかと、そのあたりちょっとね、触れていきたいと思うんですが、さっきの記事の中でですね、見ていくと、 今後のロードマップ。これがめちゃめちゃ重要ですね。で、一つ目が、ステーキングサービスが、えー、開始されるということですね。ギー切ってエンジンを沸かせようモットーに回転数が上がり、燃焼するとエキサイティングな報酬を得る仕組みになっていると。えー、この、まあ、仕組みに関しては、これまでトークンのステーキングではできなかったことをやろうとしているということもですね、どこかの記事で書いてありましたけれども、まあ、かなり画期的なですね、ステーキングサービスが、まあ、結構短期的にも、まあ、ローンチされるということが、まあ、言われています。あともう一つ大きいのはこれですよね。この天神さんがね、描くんですが、購入した NFT に関しては制限なので二次創作も全然できるしフィギュアの制作だったり広告物に入れたりとか、まあ、そういった感じで自由に使えていってで貸し出しなどで、えーまあ、あの商売をすることもできるということがですね一つ特徴的ですよね。 それからまあ NFT ホルダーに関しては、まあいろんなですね、限定イベントのアクセス権がですね、あったりとかっていうことがまあ一応計画されているようですし、あとはですね、もう一つ大きいのは、この NFT を買った人は、すべてのホルダーに購入した NFT と同じデザインの 3D アバターが無料でえアドロップされると、まあ配布されると、くれるっていうことですね。で、このアバター、3D アバターがいろんなメタバースに持っていくことができるようなデザインになっているということで、これもかなりね、面白いところかなと思います。こんな感じでロードマップがですね、設計されていると、 ということでまだ詳細なところは全然ね、わからないんですけれども、やはり注目点としては日本の超有名なデザイナーがですね、デザインしているっていうところと、あとそもそも1万体しか生成されません。そしてその1万体には同じデザインの高品質の 3D アバターがえー無料でくれるよっていうところですね。それからまあビジョンが明確で、しかもこのコンセプトもすごく明確。インスパイアされているのが暴走族だということで、まあこれまでね、日本の IP、日本のね、そういうキャラクターたちが海外で模倣されて、NFT 市場 バでで、ね、バンバン売れていたっていたとうのが、ね、過去はずっとあるわけですね例えば、皆さんご存知かもしれませんが、メカバースっていうプロジェクトですが、これも見た目で明らかにです、ね、ガンダムなんですね。はい、そういったところがいろいろあって、日本の,その作品がです、ね、インスパイアされたものが NFT 市場で基本的に売れているという実態があるわけですね。その中で今回、日本の初のです、ね、プロジェクトだということで、一つ海外からの注目度も増すと思いますし、デザイナーも天神さんという超有名なプロジェクトを手掛けてきた方がです、ね、デザインするということで、 ま、海外からの注目はですね、もちろん集まってくるんじゃないかなということで、まあ、いろんなですね、この、暴走東京さんのですね、ツイッターを見ていくと、いろんな海外のですね、情報メディアで取り上げられているんですね。なので、ま、あそういったところからも、海外のね、からの目線っていうのももちろんあると思いますので、今後の先行きね、えー、ちょっとね、楽しみなプロジェクトなんじゃないかなというふうに、個人的には思っています。で、一応ですね、えっ、ー、と、NFT のギブアウェイは今やってます。これ、ホームページのこの右下のところにギブアウェイがあるんですけど、ここを押すとですね、申し込みフォームが出てきます。これは完全に英語なので、 ちょっと日本語訳したものを見ていくと今回 NFT をです、ねえー、と抽選で10名様にプレゼントするということらしいですねで参加方法は名前とメールアドレスをまあ入力するとそうすると、まあ、このキャンペーンを、ね、シェアするための紹介 URL が取得するできるらしいんですねでその URL を使って誰かがです、ねえー、そのキャンペーンに参加すると紹介した人にです、ね、1ポイントが与えられるということでこのポイントが多ければ多いほど当選確率が高くなるということらしいですねあとはまあ公式サイトチェックして質問に答えたりとか Twitter フォローしたりとか とかえー、リツイートしたりとかテレグラムに参加したりとかっていうことでポイントが増えていって、えーまあ、抽選で10名様に NFT が当たるということで一応キャンペーンの終了としては6月の30日らしいですね、えー、当選者には7月の5日にメールを送りますということが書いてありますパブリックセールは、えー、まだです、ね、発表されませんということが書いてありますので今後の動向をしっかり、ね、チェックしていきたいなというふうに思っていますで最後にこの房総東京のです、ね、イベントが、ねえー、来週の月曜日6月の27日に開かれるということですねいわゆるローンチ パーーティででですすねねまあ、ヒップホッププホの方達ですか、ね、僕はあんまりね、知らないんですけど、まあ、DJ の方とか結構ね、有名な方たちも来られるそうですね。はい。こういった方々を呼んで、まあ、イベントが開かれるということが一応計画されているようですので、僕もですね、ちょっとこれは参加しに行きたいと思います。もし皆さんの中でもこう参加される方がいて、僕を見かけた際はぜひですね、声をかけていただければというふうに思います。はい。来週月曜日の19時から23時ですね。はい、ということで今日はですね、暴走東京っていう、まあ、面白いプロジェクトをですね、紹介して してきましたまだまだねこうシークレットの状況にはなっているんですがやはりこう海外からのですね注目度はかなり高いっていうところからも少しね、えー、動向を追っていきたいなというふうに思っていますまあこんな感じで、えー、簡単にですね紹介する動画もいくつかね今後も作っていきたいと思いますので是非応援いただける方はチャンネル登録よろしくお願いいたしますということで今回の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございました